はい、5月31日です。あ、いよいよ 5月も終わりです。明日からどうなるか。まあ、6月以降はちょっとね、動画を少しね、控えていこうかなと。月に1、2本かなと、まとめてね、しようかなと思うんですけど。何の話？あ、健康の話。今日はね、豆の皮最強ですね。まあ、豆だけじゃないんですけど。豆なんかね、例えばさ、豆ができて、それが地面にね、落ちて土の中に入りますよね。で、来年の春、ちょうどいい時に芽が出て、また成長するわけですよね。で、豆できるんですよね。だから薄い皮でね、土の中でね、あらゆるさ、ばい菌からね、菌からね、体を守ってるんですよね。皮ってさ、厚さがさ、0.1ミリないですよね。それなのにさ、ずっとね、中身を守ってくれるって言うんですよね。この前、じゃがいも掘りましたけど、じゃがいもの皮だってほんと薄いんですよね。さつまいもそうだけど。ほんで土の中にずっと入っててさ、雨の時なんかね、周り全部濡れるのにね、中身のじゃがいもを守ってるじゃないですか。薄い皮ですよ。だから、皮がさ、免疫力がすごいってことなんですよね。菌を全然寄せ付けないんですよね。あらゆる皮がね。豆だけではないですけどね。だから、そういうところが、病気をしたらね、豆を食えとかいうのもそれなんですよね。菌管がいいとかいうのもそうでしょ。金柑の皮がいいわけですよ。だから皮最強なんですよ。免疫力を高めればるには皮を食べることなんですよね。それから松葉茶は mRNA がおかしい時には有効らしいですよね、内藤さん。それからアーモンドはがんには100%効くらしいですよね。なんだっけ？なんだっけあれ。ビワのね、お茶とかあるじゃないですか。あれよりもいいみたいですよね。むくなんかあってね。最近ね、なんだっけあれ。クワか。クワの実がね、なっててね、真っ黒い実がなるんですよ。あれね、10個ぐらい食べるとね、目がね、よく見えるんですよね。私はもう目も結構悪くなってきてね。はっきりするんですよね。ポリフェノールかなんかがものすごく多いんじゃないかなと思うんですよね。たった10個かね、そんくらい食べただけでね、全然違うんですよね。まあ、健康な人にはあんまりわかんないでしょうけどね。そういうことで5月31日終わります。ありがとうございました。6月からはどうなるかわかりません。私も次のステップに行きたいんですよね。ちょっとね、やっぱ数学、物理学とかもう一回勉強し直してね、時間の概念っていうかね、ちょっと考えてみようかなと思って。で、今日ヒントがね、時間の性質と光の性質って同じなんですよね。人間が認識した時に初めてそれがね、現れてくるんですよ。だからもしかしたら、光が時間なのかもしれないなと思うんですよね。終わります。ありがとうございました。